えっと、今日のえ美食女ご飯、丸2です。えっと、こちらは朝昼兼で食べた、えっと、私の今日の1食目の美食女ご飯となります。先ほどあの、丸1で説明してるので、見てください。はい、えー、っと、一応ね、こんな感じで、えー、臨場感があるので、動画も撮っています。 大根おろし明日も食べようかな。今ね、ちょっと体を一生懸命頑張ってリシットしてるんです。急に暑くなったしね、あの、最近の外食でいろいろ調子に乗って食べてたので、私のアレルギーがちょっと悪化してしまったので、反省を込めて、あの、今はもう外食をほとんど控えて、こうやって頑張って、体に美食朝ご飯に待ちまた立ち返っている次第です。 はい、えー、でこれがね、まあ、夜ですね。えっと二食目、えっとね、でもこの前にあのドーナツですね、おからドーナツですあのえっとね、おからっとっていうところで買ったおからドーナツ、焼きドーナツあれの抹茶を食べたんです。ね。そしたらもう結構私それでなんかもうお腹が満腹になっちゃって。 なんかもうそれがなんか2食目みたいな感じになって、おからってすっごいお腹で膨らむんですね。なのでね、私はあんまり意外、丈夫じゃないので、もしかしたらあんまり良くないかもしれないんですけども、すっごいお腹でおからドーナツが膨らんじゃって、なんかね、すぐお腹がすかない感じになっちゃったんですけれども、 もうそれでお腹パンパンになってまあでも8時過ぎぐらいにこの夕食を食べた感じかなこれが一応ねまあドーナツおからドーナツに続くお食事なんですけれどもえっと夜はねこの朝食べれなかったオイシックスの茶碗蒸しですねこれすごいねボリュームがあって意外といろいろね具ダフさんなんですねなので結構ねこれ1個でもね 食べごたえがある感じなんですね。これとこれも湯煎で温めるだけでいただけます。ねえ、一個ずつ紹介しようかな。これ一応なんか全体序から入っちゃったんですけども、ね夕食もね、お夕食も美味しかったですね。あ、ごめんなさい。なんかテレビの音か何かが入っちゃったかな。 はい、えー、こんな感じで、えっ、ー、と、動画も撮っちゃいました。これ、サワラのね、最強漬けなんですけれども、このサワラの最強漬けも美味しかった。えっと、これはね、わかめふりかけ、えっと、板わかめ100%の、板わかめ100%のふりかけです。で、これが、 えっと、サワラの西京焼きなんですけども、これもね、湯煎で温めるだけでいただけて、第大タコ配の、なのですごくね、あの、安全なんです。変なものも使ってないし、添加物もないので、あの、結構上品な味でね、そんなに味も濃くなくって、あのちょうど食べやすい感じでね、あの、白身魚なので、白身魚な,なので、あっさりしてね、胃にももたれない感じでよかったです。 サマダの最強漬けです。ね美味しいよね、こういうのも。で、これで、あの、朝食べれなかった、えっと、茶碗蒸しも美味しくいただきました。美味しくすのです。で、これが、あの、ま、朝作った、あの、具だくさんともうドライトマトも入れたお味噌汁ですね。ワカメも入ってますね。これも、あの、しっかりいただきまして、 えっと梅干しもね、またいただきました。梅干しは今度はね、蜂蜜梅干しです。えっと、彩り屋っていうところの本当に無添加、完全無添加で、お砂糖も使ってない蜂蜜だけの梅干しです。これもう本当、これをおやつでもいいかもしれないですね。うん、しっかり蜂蜜に使っているので、まあ、究極これをおやつに食べるぐらいだといいかなって思っちゃいましたね。 で、これ一応また美食図スイーツのコーナーになだれ込んじゃいますね。食後に食べたものなんですけども、あ,あと15秒しかないからやっぱり丸さんに行っちゃおっかな。ね、ちょっともう時間が来てしまいますので、今日も、えっと、丸さんに続きたいと思います。